どんなグループをプロデュースしたいかとか。もう王道がいいです。なんか悲しかったよね、映ってないと。1秒映ればいいほどじゃ ん、 うん、そうだったんですか。それもおかしいけど、ね、そうです、うん、私は入ってもうすぐ、うん、思ってたのとちゃうみたいなんだけどオーディションのさ年齢制限どうしてるの。上は22。あ、結構厳しいね。うん、じゃあちょっと無理でしたすいません。あと1回応募するプラス10ぐらいじゃない。ちょっとまだ行ってない。ちょっと無理ですね。じゃあちょっと諦めます。じゃあそこはトースポをご覧の皆さん、大山さなです。松村香織です。この度私大山さなはアイドルをプロデュースすることになりました。すごいよ。詳しくはサンオフィスのホームページをご覧ください。皆さんぜひ応募してください。待ってます。まず大山さん、 この度、はい、アイドルプロデュースをするっていうことなんですけども、はい、まずはその今のお気持ちなんてものをちょっとお聞かせいただければと思うんですけど、今はまだその発表前っていうのもあって、うん、結構不安の方が大きいです、うんうん、不安が大きい、不安が大きいです。できるかなとか。なるほど。まずまずお聞きになってどうですか。でもびっくりしましたよ、やっぱり、うん、なんかどっちかって言ったら、うん、まあプロデュースする側あんまりなんか現役の時も、うん、そこまでじゃん、そんなすごい全面的にさ出してたわけじゃない。そう、出してたわけじゃないから。なるほど。ただなんかこの子すごい後輩でもこの子すごい可愛いとか、うん、じゃあ可愛くなったとか、うん、そういうなんかこうメンバーの変化とかにはすごい敏感だし、うん、気づくタイプだから、うん、良さとかだったりとか、うん、今後伸びしろがあるっていう部分は見抜く力はあるんじゃないかなって嬉しい。どんなグループをプロデュースしたいかとか。もう王道がいいです。なんか昭和のアイドルとかみたいなイメージで。なるほど、うん、もう青春派な感じで、うんうんうん、どうですか、集まりそうですか。アイドルになってみたいって子は多分いっぱいいると思うんですけど、がっつりアイドルっていう子はどうなんだろうっていうのが入っては見たものの、なんかアイドルって違うなっていう風に思われてやめられちゃうのが一番困る。でもカオタンもさ、アイドルが好きだったじゃん、うん、あ、そうそう、アイドルが好きで、まあ、長く、うん、なんか好きっていう気持ちがあったから長くやってこれたわけじゃん、うん、やっぱさ好きっていう気持ちって大事だなって思う。そうですね。あ、それはもちろんもちろん大事だし、まあ、私は入ってもうすぐ思ってたのとちゃうみたいなんだけど、うん、全然ちゃうなみたいな感じだったよ。もうやっぱこう表でこうファンとして見てたグループの綺麗な部分ああ、それはそうですね、だけじゃないなって、うん、裏でこんな大変だって、うん、まだこういう過程があるんだなっていうのは知ったけど、うん、でもそれも含めて、うん、こう頑張ろうっていう気持ちになれたから続けられたわけで、うん、そうですね、うん、今の時代の子たちがどういうこうモチベーションだったりとか、うん、スタンスなのかがちょっと正直わからない部分もあるじゃん。 その世代的にちょっともうだいぶずれると思うから、うん、だからなんかしっかり一人一人と向き合って、うん、それこそなんかケアをしてあげればいいのかなって思う、うん、その違うと思ったのになんで続けようと思って、その楽しかった部分とかこれがあったからやめなかったっていうのはどこなんですか。その後輩に伝えるとしたら。それでもやっぱやりたかったっていう気持ちが多分強かったのと、うんうん、まあでもこんな私でも応援してくれるファンの人がいてくれたし、うん、やめないでっていう手紙とかだったりとかなんで、うん、当時 SNS なかったんで、うんうん、そういうのをやっぱ握手会とかお手紙いただいて読んだらファンの人のためにも頑張らなきゃなっていうのがすごい強かったですね。なるほど、なるほど、うん、プロデューサーとしてこんな企画やりたいとか、こうちょっと構想とかなんかありますか、そういうのって。自分自身がそのファンの方にアイドルである意味とか意義を教えていただいてたので、うん、やっぱりアイドルになる子たちにはそういうなんか素敵な経験をしてほしいなっていう、その今はちょっと握手会とか無理かもしれないんですけど、うん、定期的にライブはやってそのファンの方に見てもらう、うん、で見てもらうとやっぱり成長するのでライブとかでも、うん、そういう定期的な何かはやりたいなって思ってます。なるほど、うん、松村さんなんかあります。自分がもしプロデュー、まあ違いますけど今回はプロデューサーだったり、はい、もし人数少ないんだったら一人一人絶対ストーリーがあるから、なんか固定のセンターとかじゃなくてたまにはこう動いたりとか、ちゃんと一人一人スポットライトが当たるこう組み方はしたいなっていうのは
その大人数のアイドルにいたからこそ思います。なるほど。でもなんか私たちって逆にそれがなかったから燃え上がったところもあるじゃん。あ、そうそう、あるある。だからなんかそこが難しいラインだなって思う。センターを簡単にさせちゃうのがいいことなのか、なるほど。否定はしないかなって思っちゃいます。その一生生涯みたいな、なんて言われるか。もしセンターが最初にいたとしても後ろの子たちも自分もセンターになれるっていう希望は与えられる、持てる環境にはしたいなって思っちゃう。なるほどね。でももし今後 MV とか作るにあたって思うのは、あんまり映らない子がいるみたいなのはちょっと避けたいなって思ってて、本当になんか1秒も映ってないんじゃないかこの後ろの子はとか、アイドルをやってる意味が分かんなくなっちゃうので。なるほど。なんか悲しかったよね、映ってないと。でも人数多いからさ。まあ確かに16人だからさ、やっぱ1秒映ればいい方じゃん。そうだったんですか。それもおかしいけどね。そうです、うん、1秒映ればいい方みたいな時もある。ファンの人も目がどんどん良くなるよね。めっちゃ遠くてももうすぐ見つけるみたいなのとか。なるほど。でも、6、7人だったらそんなさすがに干されないでしょ。じゃあちょっと最後になるんですけど、まあエールっていうか頑張ってほしい本当に。でなんかいやアイドルやってた子がこうアイドルプロデュースっていうのも結構いろいろあると思うんですけど、まあ変な意味でこうワイドショーに取り上げて取り上げられてほしくないなって思うので、マサオ自体がじゃあ SK の時何か問題を起こしたりとかそういうこともなかったし、ちゃんとしてた人だから私は多分大丈夫だと思うし、本人的にも多分自分に言ったら傷がつくようなことって知ってほしくないじゃないですか、自分のプロデュースしたグループに。だからそこはしっかりと多分こう見る人だと思うので、本当に自分の作りたいグループを自分の手でしっかりと作ってもらえたらな。なるほど、なるほど。見守ってくれる？あ、もちろん。やった。心強いです。ちなみにさ、あれはオーディションのさ、年齢制限どうしてるの？年齢はでも12、13歳とかから。から何歳すんの？上は22とかまで。あ、結構厳しいね。じゃあちょっと無理でした。すいません。ちょっと無理でした。ちょっと一回応募してみたいプラス10ぐらいじゃない。ちょっとまだ行ってない。ちょっと無理ですね。じゃあちょっと諦めます。じゃあそこはなんか本当はそのスペシャルアドバイザーみたいな感じでついてほしいんですけど、多分高いのでカオタに頼む。ちょっと待って待って、事務所さんの取り分ないから、ね、私言っときゃ。フリーだから大丈夫ですか。他よりは安いから。